ザ・ワールド・ファクトブック2017年表紙ザ・ワールド・ファクトブックとは世界各国に関する情報を年間形式でまとめたアメリカ合衆国中央情報局の年次刊行物。この書籍は世界中の合わせて268の国家、俗領、その他の地域について人口統計、地理、通信、政治、経済、軍事の2、3ページの要約を提供している。 ザワールドファクトブックは CIA によってアメリカ合衆国連邦政府官僚の利用に供するために作成されるので形式、体裁、範囲、内容は官僚の要求に合うように構成されている。しかしながらこのファクトブックは学生の論文、ウェブサイト、非政府系の出版物の原資料としてしばしば利用されている。このファクトブックは アメリカ合衆国政府の著作物なのでアメリカ国内においてはパブリックドメインの状態にある CIA はこのファクトブックの調査に次に掲げる情報源を利用している他の公開非公開の情報源も参考とされているこのファクトブックはアメリカ国内においてはパブリックドメインの状態にあるので CIA の許可なしにどのような形でも 再配布や加工することは自由である。しかしながら CIA はこのファクトブックが利用される際にはそのことが言及されることを求めている。一方 CIA の公式な文章は1949年の CIA 法の要求により許可なしには複写できない。CIA の文章の乱用は民事上及び刑事上の処罰を受ける可能性がある。なお、 ザワールドファクトブックがパブリックドメインの状態にあるのはアメリカ合衆国著作権法が根拠であるためアメリカ合衆国外でパブリックドメインの状態にあるか否かは各国の著作権法の解釈に委ねられる詳細についてはパブリックドメインアメリカ合衆国政府の著作物参照2001年以前にはザワールドファクトブックのウェブサイトは1年ごとに更新されていた それ以後は、ウェブ版、ファクトブックは2週間ごとに更新されているが、印刷版は今も1年ごとに更新される。一般に、その年の1月1日のものとしてその時点で入手可能な情報は毎年中頃に発行される、印刷版、ファクトブックの作成に利用される。ザワールドファクトブックは、 印刷物としては1975年以来、ウェブ上では1994年10月以来、一般人が利用可能である。ウェブ版は月平均600万件の訪問を受け、ダウンロードも可能である。公式な印刷版は、合衆国政府印刷局文書監督官と、アメリカ科学技術情報サービスを通じて、現価で販売される。過去において、このファクトブックは CD、CD マイクロフィッシュ、磁気テープ、フロッピーディスクで入手が可能であった。CIA のウェブサイトに公開されているザワールドファクトブックは無料で閲覧することができる。更新頻度は前日の通り月に何度か行われているため、印刷物とは異なり情報は比較的新しいのが特徴である。また一つの国、地域の特集として、 主要情報を1ページの PDF ファイルにまとめた、1ページカントリーサムリーズ、パスポートビザといった手続きから、現地の緊急通報用電話番号やコンセントの、企画など旅行に関する情報をまとめた、ワールドトラベルファクツが用意されている。またファクトブックにも挿入されている各国の国旗や、CIA 作成の地図を画像ファイルとして、ダウンロードが可能。 年の最後に更新された版は HTML ファイルとしてまとめてダウンロードできるアーカイブのページがある。2021年1月4日の CIA ウェブサイトのリニューアルに伴い、ウェブ版のファクトブックはそれまでの青色とベージュ色基調のデザインから白色と黒色を基調としたデザインに変更された。 また URL は cia.gov l i b r a ライブラリースラッシュパブリケーションズスラッシュ t h e w o r l d f a c t b o k スラッシュから cia.gov t h e w o r l d f a c t b o k スラッシュへ変更され従来の URL を用いていたページはすべて http404 エラーページへリダイレクトに なっている。Wikipedia をはじめとする多くのインターネットサイトが CIA ワールドファクトブックからの情報や画像を利用している。ワールドアルマナックブックス、グランドリバーブックス、ポトマックブックスといったいくつかの出版社がそれぞれ異なった紙面構成で再出版している。詳細は EN リストオブエンティティズチェンジズインザワールドファクトブックを 参照2007年1月現在、ザワールドファクトブックは二百六は268項目からなっている。これらの項目はいくつかのカテゴリーに分けられる。クルディスタン、カシミール、コソボのような一国の特定地方あるいは国家間の紛争地域は取り扱われていないが、スプラトリー諸島のようなその地位が争われている他の地域については記事がある。 ザワールドファクトブック2000年版のユーゴスラビアの地図、上部右隅に記されている注意書きに注目。なぜ両共和国の首都が地図上に別々に表示されているかがわかる。アメリカ合衆国の地図はアラスカのプルドー米を含んでいるが、これがアンカレッジを除きこの州で記載されている唯一の都市である。いつも数千人の一時労働者がいる油田の町だが、2000年の 国勢調査によると、この街には永住者はたった5人しかいない。これは、ファクトブックの政府版とポトマックブックスの再印刷版についての国際標準図書番号の一覧である。ありがとうございます。